それでは今日の問題を解いていきたいと思います。今日の問題は視聴者さんからのリクエストの問題で、因数分解をしていきたいと思います。非常にシンプルな因数分解なんですけれども、四次式の因数分解ということで、基本に忠実にきちんと時間をかければ解けるような解き方と、少し工夫をして問題を解くような解き方の2通りの解き方を紹介していきたいと思います。それでは解いていきましょう。まず1つ目の解き方から始めていきたいと思います。この解き方は非常にシンプルなんですけれども、 x4 乗プラス4というのが4次式で、 x4 乗の係数が1なので、2つの2次式の、積として展開できるはずということをもとに、計算を進めています。すなわちx 乗プラス ax プラス b と x 乗プラス cx プラス d というような、こんな形の積になるような abcd の組み合わせを一組求めてあげようというやり方です。この式をちょっと展開していきます。2次式の計算なんで、ちょっと慎重に計算をしますけれども、計算するときにこんな風に項を各項目にかけていくときに、一つずつずらしていって、同じ指数の、値がですね、縦に並んでいくようにすると間違いづらいので、いつもこんな風にして計算をしています。式をきちんと整理してあげると、x4 乗プラス a プラス cx3 乗プラス ac プラス b プラス dx 次乗プラス ad プラス bcx プラス bd というような式に整理してあげることができます。もともとの式と係数を比較してあげることによって、こんな連立方程式になっていきます。 a プラス c が0、 ac プラス b プラス d が0、 ad プラス bc が0、そして最後に bd が4というような、こんな連立方程式になっていくわけです。この4つの式をとりあえず1、2、3、4というふうに番号をつけていきたいと思います。まずですね、1番の式から a イコールマイナス c ということがわかります。次に3番の式にこれを代入して式を整理してあげると、 ad プラス bc イコールマイナス cd プラス b プラス bc イコールという形になるので、 c カッコ b マイナス d イコール0ということになって、C が0か B イコール D かということになるわけです。まずはじめに B イコール D の方からちょっと考えてみたいと思います。この B イコール D をちょっと2番に代入して計算してみたんですけど、ちょっとこれは計算間違いなのでごめんなさい、許してください。
はい、今度は間違わずに B イコール D を4番の式に代入していきます。 BD は D 次乗イコール4という形になっていて、 D はプラスマイナス2なんですけれども、今は答えは1組だけ求めればいいので、 D のイコール2という方だけをちょっと残しておきたいと思います。イコール D ですから B イコール D イコール2となるわけですけれども、ちょっと書き間違えていますけれども、後で直してちょっと許してください。次に2番の式を整理していきます。 AC プラス B プラス D ということで B イコール D イコール2に今直しましたが、 AC プラス4イコール0ということになるわけです。これを整理していくと AC イコールマイナス4という形なので、 A イコールマイナス C だというふうに分かっていますから、ちょっと画面からはみ出してしまって申し訳ないんですけれども、マイナス C 次乗イコールマイナス4という形になりますので、 C イコールプラスマイナス2ということで、また2つ答えが出てきましたけど、1組だけ求まればいいので、C イコール2という方だけを残してあげるような形で進めていきたいと思います。C イコール2とすると A イコールマイナス2ということになりますので、これで ABCD が全て決まったわけです。なので一番初めの式にこの数字を全部当てはめていきたいと思いますけれども、x4 乗プラス4イコール x 次乗マイナス 2x プラス2括弧の x 次乗プラス 2x プラス2という形になるわけです。実数の範囲ではこれで因数分解が終わったような感じもするんですけれども、もうちょっと細かく因数分解をしていきたいなと思うのと同時に、これ本当に合っているのかちょっと計算をして検算してみたいと思います。検算してみても確かにこの式は正しいということがわかるわけです。じゃあこの x 次乗マイナス 2x プラス2とか x 次乗プラス 2x プラス2というのはさらに因数分解できるのかということをちょっと考えてみたいと思います。二次方程式の x 次乗マイナス 2x プラス2っていうのをちょっと解の公式を使って簡単に解いてみたいと思うんですけど、係数が小さいのでそんなに複雑な計算にはなりませんが、1プラスマイナス i ということで、虚数単位を使って虚数で1プラスマイナス i というような風に解くことができます。同様に x プラス 2x プラス2イコール0の解っていうのを考えていくと、まあこれ係数の1箇所だけ、マイナスがプラスになってるだけなので、ほとんど答えは予想がつく方が多いと思うんですけれども、似たような答えが出てくるわけですね。
これは x イコールマイナス1プラスマイナス i ってなるんじゃないかと思います。この結果を使ってですね、先ほどの x4 乗プラス4をさらに複素数の範囲で因数分解してみると、こんな風に書くことができます。x-1-i、x-1+i、x+1-i、x+1+i っていうような、こんな4つの積に表すことができます。実数の範囲で考えるか、複素数の範囲で考えるかでちょっと答えが違ってくるんですけども、こんな感じでいかがかなというふうに思います。ここでちょっと、もうちょっと工夫したですね、変わった解き方なのかもしれないですけど、ちょっとこんな解き方を紹介してみたいなと思う解き方があるので紹介していきたいと思います。 z イコールルート i というふうにしてですね、ルート i という数字がどんな数字になるのかということをちょっと考えてみたいと思います。 z を複素数と考えてですね、 a プラス bi で a と b という係数が実数だというふうに定義するんですけれども、この時 z 次乗っていうのが、a 次乗プラス 2abi マイナス b 次乗ということで、これがイコール i という形になるんですね。これ係数比較してあげると、 a 次乗マイナス b 次乗というのが0、2ab というのが1という形になるんですね。でこの連立方程式を解くと、まあ、a イコールまずプラスマイナス b だっていうことが分かるので、 a イコール b と a イコールマイナス b の2通りに分けて考えればいいわけですけど、 a イコール b の場合っていうのはシンプルに非常に簡単に解けるんですけれども、 2a 次乗イコール1ということですから、まあ、a イコールルート2分の1みたいな形になるということがわかります。当然プラスマイナスがありますんで、 a はプラスマイナスルート2分の1ということになります。次に a がマイナス b の場合というのをやっていくんですけれども、計算を進めていけばわかるんですけれども、 a 次乗が負の数になっていってですね、これあの a が実数だっていう定義に反するので、この場合は解がないということがわかります。なので a と b の値が決まるので、ルート i っていう数はですね、どんな数になるかっていうと、プラスマイナスルート2分の1カッコ1プラス i というような、こんな数字になるということがわかるわけです。これを使って因数分解をしてみたいなというふうに思います。このルート i がどんな複素数なのかというのは、まあ、知っていると結構便利な知識なんじゃないかと思います。x4 乗プラス4っていうのをですね、ちょっと式を変形してあげて、 x4 乗マイナス2の2乗 i の2乗というふうに考えてあげます。
そうするとこれ x2 マイナス 2i、 x2 プラス 2i ということになるわけですね。でこれ先ほどのやり方と同じで、この x2 マイナス 2i というのが二次方程式としてどんな解を持つかということを計算していけばいいわけなんですね。x2 イコール 2i なわけですけれども、 x イコールこれはプラスマイナスルート2ルート i ということになって、ルート i はさっき計算していますので、プラスマイナスルート2分の1、 1プラス i をかけてあげればいいですから、これはプラスマイナス1プラス i というふうになるというふうにすぐに計算ができるわけです。同様にですね、 x2 プラス 2i イコール0 というのも、これ符号が変わっただけなんであまり計算しなくても解けてしまう人も多いと思うんですけれども、 x2 イコール -2i ということで、今度はこれは x イコールプラスマイナスのルート 2i さらにルート i というような形になっていくわけです。これルート i を導入、先ほどの、計算済みの値を代入してあげるということをするわけですね。ちょっと画面からはみ出してしまって申し訳ありません。プラスマイナスルート2i にプラスマイナスルート2分の1括弧1プラス i を掛け算してあげるということをすると、これも結構簡単なシンプルな式にまとまっていきます。プラスマイナス i が1プラス i ということなので、これがどうなるかっていうと、 i は1を掛け算して括弧の中に入れてあげるということをすると、プラスマイナスマイナス1プラス i という形になるということがわかるわけです。これを使ってですね、先ほどの、x4+4 というのを改めて因数分解してあげるということをするとどうなるかというと、 x-1-i x+1+i x+1-i x-1プラス i、 こんな風になるということがわかります。4つの答えを順番に、引き算していくような格好なのでわかると思います。念のため、さっき別の解き方で解いた答えとちょっと比較していきたいと思うんですけれども、ちょっと、項のですね、順番とかは入れ替わってますけれども、同じ答えになるということがわかると思います。いかがでしょうか。この他にも x4 が、グラフ上対称になるような性質を使ったり、三角関数を使って答えを出すような方法もあると思います。しかしこのその1の方法というのは結構万能で、どんな場合にも時間をかければ解けるようなやり方なので、ぜひこの1番目の解き方の方をよく勉強しておいていただけると役に立つのではないかと思います。この動画が気に入ったら高評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いします。